ナザレの生新女福音聖堂。モスクワのクレムリン内にある生新女福音大聖堂。生新女福音大聖堂は、生新女福音祭を記憶する、聖教会の大聖堂。世界各地に存在する同盟の大聖堂を陶記事の一覧に挙げる。大聖堂のみならず、通常の聖堂、街道にも聖新女福音を記憶するものは数多く、あり、陶記事の一覧でも、 若干扱う。ブラゴベシェンスキー大聖堂ないしブラゴベシェンスキー寺院とも呼ばれるが、これは、聖信所福音祭を表す、に由来するロシア語名である。従って、ヒスラブ語圏の聖教会である、グルジア聖教会、ルーマニア聖教会、ギリシャ聖教会などにおける生信所、福音大聖堂にはまず、ブラゴベシェンスキー大聖堂等の故障、表記は用いられず、 精神女福音を意味する各国語での表記が用いられている。精神女とは、聖教会において、聖母マリアを指す称号である、シータイプシロンタウカッパの日本聖教会における訳語である。生神女福音祭とは、生仮名女マリアにイースハリストスが宿ったことが、天使から告げられたことを記憶する祭りであり、これを記憶するのが、生神女福音制度である。 カトリック教会の受胎告知に相当するが、聖教会では、受胎告知の語彙は用いられず、従って、聖教会の聖堂に、受胎告知聖堂などの訳語を当てるのは誤りである。ヒューストンの生、新女福音大聖堂教徒の生、新女福音聖堂火山クレムリンの生、新女福音大聖堂各国、各総主教長ごとに挙げる。国名を冠した、聖教会名の並びは五十音順。 大聖堂ではない聖堂も含んでいる。南北アメリカ大主教区韓国聖教会、ブラゴベシチェンスキー大聖堂、ブラゴベシチェンスキー寺院との転写例もある。現代ギリシャ五みを本校では採用する。古典再建音では、テオトコスとなる。大立の北シカハリストス聖教回復院街会堂の外壁修復修了。秋田伊佐尾新法伝詩番。 https://www.sakiwake.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ2018110780013スラッシュ2018年11月30日閲覧。ありがとうございますしし。